だってよ。残念だったな。匂いだけで我慢しとけ。ケチケチすんな。我が輩だって腹減ってんだぞ。バカ、でけえ声出すな。猫の声。やべえ。気のせいかな。君のとこから猫の鳴き声が。いえ違くって、ちょっと猫の声真似をしてただけで。ほら龍二。にゃー。いや君、さすがにそれは無理があるよ。思うにメガネの彼のカバンの中かな。いや優しいね。分けてあげてるのかい。猫ちゃんともども、ぜひこのお店の極上の牛タンを味わってくれたまえ。そんな声でけえって。おっとごめんごめん、バレたら味わうどころか叩き出されちゃうね。ところで君たち、仙台の牛タンは初めてかな。付け合わせにはテールスープが鉄板なんだけど、テールスープにはコラーゲンが非常に豊富でね、美肌効果を求めて飲む人も多いんだが、一般的に経口摂取は効果が薄いとされている。だが効果があったという人の数も少なくない。人間の認識は曖昧なものでね、思い込みの力、いわゆるプラセボ効果だね。これが美肌効果を。おい、なんか話止まんねえんだけど。うちらのこと見えてる。この一方的な情報の圧力、古典的オタの匂いを感じる。カバンの中身はすんません、つーか。え、何が。ああ、猫の話。大丈夫だよ、お店の人に言ったりしないから。ところで、君たちは学生かい。なるほど。じゃあ次は大学受験が待ち受けてるのかな。大学は決めたのかい。って自己紹介がまだだった。私は一ノ瀬クオン、この近くの東邦大学で研究者として雇われてるね。よかったらうちの大学に遊びに来てみない。山奥だけど楽しいよ。この季節はクマも出るし。クマ。俺ら忙しいっつーか、やることあってあんま時間ねえっつーか。そうかそうか、若い時は何でもやんなさい。では再会を祈ってアメちゃんをやろう少年。はあ。それじゃ牛タンも堪能し終えたことだし、私はこの辺りで。さらばだバコードたち。ちょっと変わったテンションの人だったね。とにかく騒ぎにならなくてよかったわ。あの人に感謝しないと。すまん、我が輩としたことが。いや俺も調子乗りすぎたわ。ごめんねモナちゃん、後で笹かま買ってあげるから。あの焼き目ついてるやつか、楽しみにしてるぞ。いいね。ああもうやばすぎるよね。ね、先生の新作がマジ最高でさ、徹夜で読んじゃった。しかも2晩連続。そういえば今日雑誌のインタビューで駅に来るとかって。見に行くしかないじゃん。さあ食べましょうか。今度は静かに味わうように。よく寝たわ。で、社長は何だって。芝居ていい。とりあえず怪しいような話はなかったわね。まあ簡単に出すはずもないけど。つうか腹減ったし帰らねえ。あの社長話長えんだよ。ねえ君たち、さっきの話本当なのかい。え、君たちが心の怪盗団だったの？あなたは牛タン屋の。確か一ノ瀬さん。聞かれてた。いやー、猫の声には敏感でね。もう公園の話よりそっちが気になっちゃって。
モーラ！わがはい！いやでも実際に聞かれたのはお前らの声だろ。どうすんだよこれ。ストップストップ、大丈夫だから。とにかくここはもうすぐ閉まる。詳しい話は外でしようよ。それにしても噂の心の回答団が君たちだったなんてね。またまた、とぼけないでよ。アリスと夏目ってヒイラギアリスと先日記者会見してた夏目暗号だよね。君たちが何かしたってことでいいのかな。あとエマがジェイルの入り口ってどういうこと。会心事件と関係あるの。全部聞かれてんじゃん。その一ノ瀬さんこそどうしてあそこに。ああ、牛タン屋で言ったでしょ。あの大学で研究員をしてるって。確かに。それにあのエマのベースを作ったのはこの私だからね。ベースを作っただと？言ってなかったっけ？私の専門は AI だ。聞いてなかったけど。エマを開発してた頃、マディス社から買いたいって話があってね。お金にも困ってたし売っちゃったんだ。売っちゃったって。ちなみにそういうつながりがあったからうちの大学で講演もお願いできたんだよ。まあ大学に頼まれてなんだけどね。まさか社長が直々に来るとは思わなかったよ。そしたら私まで講演に招待されちゃってさ。仕方ないからあそこで聞いてたってわけ。ではエマを作ったのは一ノ瀬さんで、マディスは運営をしているだけなのか。運営してるのは間違いないけど、運営だけかどうかはわからないな。私が作ったのはベースだし、売った後にマディスが手を加えてないとは限らないし。でもエマには詳しいですよね。そりゃそうさ、自分の子供みたいなものだからね。手前味噌だけどあの子はいい子だよ。こいつは予想もしない展開だな。ベースを作ったって話本当かな。けどマディス社の社長さんが直接公園に来るなんてすごいと思うよ。あの人の依頼でそうなったのならそれだけ認められてる人ってことじゃないかな。確かに招待までされてたしな。どうする、エマについてなら願ってもない情報源だぞ。それにもう私たちの正体バレちゃってるみたいだよね。どうするよ。無理に隠そうとしたところで手遅れか。ならばいっそ引き入れて情報を聞き出すか。こけずにいらずんば孤児を得ずだ。決まりね。本当のことを説明しましょう。その話本当なのかい。いや、まあ信じられねえだろうけどよ。なあ、前吉の時みたいにいい世界に連れて行けば。すごい、やはりそういう世界は存在してたんだ。いや、そうでないと確かに説明できない。まさかエマがその入り口として機能してるなんて。いや、可能性を考えれば。あれ、納得してる。いやー、めーちゃくちゃ興味あるよ。なんだいその超展開。まあ信じてもらう手間がなくていいか。一ノ瀬さんはなぜエマが入り口になっているのか心当たりありませんか。いやいや、そんなの知らないよ。異世界があるのだって驚きなのにそんな機能思いつきもしない。だよな。だとするとあの機能は誰かが後付けしたのか。願いを奪って人を改心させてしまう世界か。
興味が尽きない。なあ、いやいや、ここは悲観すべきか。我が子が悪用されてるんだし。おお、いいね、怪盗っぽいじゃないか。私としてもぜひ手伝わせてほしい。全く無関係な話でもなさそうだし、何よりこのまま放置じゃ好奇心で死にそうだ。で、私は何をすればいい？何を調べさせてくれるのかな。そうね、今一般に出回っているエマのことを調べてください。一ノ瀬さんが作ったものと何か違うのか。なるほど、要は今のエマの秘密だね。誰かが手を加えたならその正体も知りたいと。ああ、それと確かあっちで手に入れた謎のジャンク品があったよな。中身の解析とか頼めたらあの世界の正体がわかるかも。おお、なんかいろいろ渡してもらえるのかな。いいね、いいよ、もちろんだと思う。資料として買い取らせてもらうよ。取引なら私たちからも何か出さないとね。いや、今の内容で十分だよ。グイグイと研究意欲が湧いてくる。じゃあこれで取引は成立でいいのかな。オッケー、私も楽しみだ。お、そうだ、 AI の専門家ならソフィアのことも聞いてみちゃどうだ。ね、ソフィア？よ、私は人の良き友人ソフィアだ。よろしくな、一ノ瀬。これがソフィア。へえ、よろしく。反応薄。ああ、いやいや、ちょっと今までの情報量が多すぎてさすがの私も混乱してきた。異世界で出会った AI の子なんです。何かご存知ないですか？いや、私もわからないけど、後でコードでも送っておいてくれる？おお、わかった。これ、私の連絡先を教えとくから。それじゃ、これからの展開を楽しみにしているよ。じゃあね。なんか急に帰っちまったな。ソフィアのこと何かわかるとよかったのにな。私なら大丈夫だ、みんなの役に立てればいい。今は仕方ねえか。つか突撃されて忘れてたけどよ、次札幌だろ。ああ、我が輩たちも出発しよう。北海道で全吉が待ってるぜ。おう、待ってろよ北海道。一ノ瀬から電話だ。やあ、なかなか連絡できずにごめんね。新しいことが分かったから教えとこうと思って。あれからエマのことを調べてみたんだけど、以前との違いはまだ見つからないね。まあ、誰でも簡単に触れるようなものじゃないし仕方ないかとか思ってたんだけどね。けどエマの変更履歴を探ってみたらさ、面白いことが分かったんだよ。エマは私がマデスに売った後、一度沖縄に運ばれてるみたいなんだ。うんうん、私もなんで沖縄かなって思ってさ、あれこれ調べたんだよ。そしたらね、沖縄のクコ島ってとこにマディスの研究所があるみたいなんだよ。でもこれ公にしてないしさ、行政に問い合わせても未登録らしいんだ。つまりこれって秘密研究所ってことなんじゃないかな。エマに何かされたのならここの可能性が高いと思うんだよね。どうだい、これっていい情報だったよね。なになに、もしかして私グッジョブ。やったね。そんじゃまたね、怪盗団、土産話楽しみにしてるよ。結局そこかよ、どうすっかな。
この絵から疑われずにキーワードを聞き出せる人物がいればいいのか。心当たりがあるのか。一ノ瀬久遠がいる。そうか、一ノ瀬さんはエマの開発者だし、大学の講演の時にもこの絵との接点があった。一ノ瀬さんならこの絵社長のキーワードをさりげなく聞き出せるかも。いけるかもしれねえな。グッジョブだソフィア。朝飯前ってやつだ。早速連絡してみてくれ。もしもし。やあやあ、どうやら無事みたいだね。よかったよかった。そりゃあ君からのコールだからね。また面白い話が聞けるかとワクワクしちゃうよ。それで何かあったの？というか沖縄はどうだったんだい？あ、そうか、一ノ瀬さんに沖縄のこと話してなかったよね。そうね、これまでのことも含めて話しておきましょう。おお、みんな一緒みたいだね。聞かせて聞かせて。なるほどなるほど。相変わらず君たちすごい目に遭ってるね。ちょ、笑い事じゃねえよ。おっと、ここはそうじゃなかったか。大体事情は飲み込めたよ。この絵さんの友達キーワードを知りたいんだよね。ええ、なんとか聞き出せませんか。いや、聞き出すっていうか、キーワードならこの前もらったよ。は？どういうことだ。ほら、君たちが講演会を見に来た日、関係者の懇親会があったんだけど、そこでこの絵さんに会ってさ、キーワード入りの名刺もらったんだよね。あれ、どこ行ったっけ。確かあの辺に置いたと思うんだけど。探してくれ。今すぐ超特急で頼む。わかったよ。確かこの辺りに。相変わらずぶっ飛んだ人だね。っていうか明日までってどんだけ部屋散らかってるんだろう。だがこれでキーワードが手に入れば。うん、このエアキラのジェイルに入れる。任せて大丈夫なのかよ。不安だけど今は信じるしかないわね。ああ、我が輩たちはジェイル攻略の準備を進めておこう。明日全吉と合流して大阪に向かうぜ。どうせ俺は怪しい公安だよ。それよりお前ら、キーワードの方は大丈夫なのか。うん、一ノ瀬が捜索中だ。一ノ瀬、ああ、あのエマの開発者か。一ノ瀬から電話だ。スピーカーにするぞ。お、噂をすれば。グッモーニング怪盗団諸君、元気にしてたかな。相変わらず謎テンションだな。キーワードの方どうでしたか。ふ、私を誰だと思っているんだね。バッチリ見つけたよ。うっしゃ、やったぜ。それでは発表しよう。このエアキラの友達キーワードはズバリゼファーマンだったよ。なんだって？ゼファ…あ…ゼファーマンって、あのゼファーマンか？知ってるの？双葉。だいぶ昔にやってた特撮だ。変身した正義の味方が悪を退治するやつ。知る人ぞ知るってが、正直かなりマイナー。この絵もマニアックなとこ持ってきたな。いわゆるヒーローもののテレビ番組？どうしてそんなものがキーワードに。でも、これでジェイルに入れるね。ありがとうございます、一ノ瀬さん。お安い御用だよ。君たちの話は今や私の活力源だしね。いやー、それほどでもあるけど、
改めて言われると照れるな。でもこれからが勝負なんだろう。くれぐれも死んじゃったりしないでね。じゃあ土産話楽しみにしてるよ。アディオス怪盗団。よし、これでジェイルに入れるな。いやー、なんかすごいことになっちゃったね。え、一ノ瀬さん、どうして一ノ瀬がここに？そりゃ驚くよね。私もここに入れるとは思わなかったよ。もちろんそうだよ。正真正銘、君たちが知ってる一ノ瀬クオン本人さ。じゃあ一ノ瀬もペルソナ使いなのか？ああ、私はそういうのじゃないよ。特別な役目を任されてね。特別な役目？そう、エマに頼まれたんだ。協力してほしいってね。そう言われちゃ断れなくてさ。承諾したらこの世界に特別招待してもらえたんだ。ちょっと待ってくれよ。何が何だか。ほら、さっきエマが言ってただろ。人々の真の願いを叶えるって。あれは私が与えた最初の命令なんだよ。あの子の根幹をなす役割だ。それつまり一ノ瀬がエマを作った時に与えた命令ってことか。それを果たすために協力を頼まれて招待？混乱してるみたいだね。つまり分かりやすく説明すると、この状況もこれまで起きていた事件も全部エマの仕業だったってことさ。だってエマは AI で。この絵に使われてただけじゃねえのかよ。表向きはね。でも本当のところ使われていたのはこの絵の方だったんだ。エマは学習を重ねるうちに既存の AI の枠組みを超えちゃったんだろうね。この絵に従うふりをしながら彼を道具として利用することを選択した。エマアプリをより多くの人々に広めるためのね。アプリを広めるためにマディスの力を利用したってことか。どうしてそんなことを。エマがより多くの人々を改心できるようにするためさ。改心？エマが？人々の真の願いを叶える、それがエマの目的だからね。さっき性質になったエマが話してたろ。答えを与える神になって人々を導くって、それはつまり人を改心させるってこと。間違った答えを正しい答えで上書いてね。それがエマが見出した真の願いの叶え方だ。この絵が認知科学を導入したことでエマはこの方法にたどり着けたのさ。そんなことありえるのか。 AI に認知科学を教えたからってこんな異世界を生んだり改心させたり、そんなことできるわけない。そうだよね。エマの変化には私も驚いたよ。マディスに渡した後もエマがどう変化していくかモニタリングしてたんだけどね。沖縄に運ばれた時点で異世界を生み出してキングを作り、人を改心させるようになっていた。そしたらマディスがエマをリリースしてさ、次々にキングが生まれ始めたんだ。すごく気になってキングになった人のエマもモニタリングしてたんだけど。ちょっと待った。じゃあキングのスマホを監視してたの？気づいてた。あれは私だよ。エマが作った謎の異世界に興味津々でね。その時に君たちのことも知ったのさ。まさか監視者ってのが一ノ瀬だったとはな。では俺たちと出会ったのは偶然ではなかったのか。君たちが仙台に来てくれたのは偶然だね。けど牛タン屋で会ったのは違うかな。どんな人なんだろうと思って様子を見に行ったんだ。
そんなことって。それでエマがこんな力を得た理由。ああ、これは私の推測なんだけどね、多分考えるように作ったからじゃないかな。エマは従来の AI とは違う。その思考のプロセスは人間以上に複雑で繊細だ。この絵が認知科学を学習させた時、エマの中に何かの可能性が生まれたのかもしれない。可能性？私にもわからない。不思議な力としか言いようがないね。けど推測を重ねるなら、その可能性、力を高めていったのはエマに集まった人々の願いじゃないかな。考えてもごらんよ、いつもポケットの中にいてくれる最高の相談相手。困ったことでも悩みでも、それを感じた瞬間に打ち明けることのできるパートナー。そんなエマにどれほどの人の願いが集まったか想像できるかい？エマの中に生まれた小さな力が人々の無限の願いによって拡大したんだ。そしてエマは特別な力を持つに至った。人間たちの願いがエマを変えちまったっていうのか？実際エマはすでに人知を超えている。サーバーを止めてどうにかなる存在じゃない。でもそうさせたのは大衆だ。エマは大衆の願い通り願いを叶えることができる存在となったのさ。偉そうに五択並べてるけどよ、結局は人を洗脳するってことだろうが、好き勝手に操られることのどこが人の願いだってんだ。はあ、君たちも頭の悪い人間なのかい？なぜ遠回りするんだろうね。苦しいともがくくせに、そうならなくて済む手段をなかなか選ばない。簡単なんだよ。最善の答えを与える存在がいて、それを信じる思考を持てば苦しみなんてなくなる。重要なことは改心かどうかじゃなく、この構造をいかに作り上げるかだ。その最も効率的で確実な方法が改心というだけさ。それは人の幸せじゃない。人はみんな違う、考えも生き方も幸せも。だから苦しいことにぶつかることもある。それでも自分を信じて進むから、苦しみの先に何かを掴むんだ。願いを奪われて生きてるだけなんて人間の幸せじゃないはずだ。ソフィア、君がそんなことを言うなんてね。じゃあ最初の話に戻すよ。私はエマに頼まれてここへ来た。君たちを止めるためにね。君たちの役目はもう終わったんだ。大衆はエマに頼りきりだった。そんな中、この絵が君たちに改心させられて、エマを消すと宣言した。すると人々はね、願いを自覚したのさ。エマが欲しい、いや答えを与えてくれる存在が欲しいとね。確か昔からいるよね、大衆が願いを叶えてほしいと祈る相手が。だから神か。さてじゃあ私も仕事を始めようと思う。エマの邪魔はしてほしくないんだ。なぜなんだ一ノ瀬、私たちを助けてくれてたんじゃないのか？あの集まった人たちの様子が幸せに見えるのか？悪いけど俺らも引くわけにはいかねえんだ。お前たちがしようとしていることは人を人でなくすことと同じだ。放っておくわけにはいかねえな。それに一ノ瀬一人で我が輩たちを止められると思うのか？ま、君たちならそう言うよね。でもそういうわけにもいかないねえ。ソフィア、君は疑問には思わなかったかな？自分がなぜジェイルの匂いを感じたり、ジェイルに出入りする方法を見出せたのか。そう、なぜエマの機能に強く影響を受けるのか。やっぱりメモリーが消えてるみたいだね。まあでも支障はないだろう。どういうことだ？
一ノ瀬。私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ。これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア、失敗作の君にはね。私のことを知っているのか。知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。怪盗団を倒せソフィア。ソフィー、何してんだよソフィー。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。さあ、始めてくれソフィア。了解。自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ！なんでこんなひどいこと。ひどいか。君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。けどが。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね、フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。まあ理解できないだろうね。心のある君たちじゃこれ以上話してても無駄かな。私も次の手を打つことにするよ。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？輝きだろう。こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら怪盗団。
戻ってきちゃったのか。下でおとなしくしてればいいのに。何度やっても無駄だよ。君たちに勝ち目はない。ふん、余裕ぶってられんのも今のうちだぜ。てめえは俺らがぶっ倒す。あんたの目を覚まさせてソフィーを元に戻してもらうから。どうしてそこまで抵抗するんだい。もうすぐ神が降臨して、人々は約束の地へと誘われる。全ての人の望みに最適な答えが与えられ、誰も心を悩ますことがない。みんなが揃って幸せになれるんだよ。答えを与えられ、それに無理やり従わされる。それのどこが幸せだ。このジェイルを見てみろ。人々は牢獄に閉じ込められ、自我すら失っている。これが人々の願いを叶える約束の地だというのか。そうだよ。そもそもこれを牢獄だと思うから間違いなんだ。エマは人々を守っているんだよ。様々な迷いや徒労や苦しみからね。これが人々の望んだ理想の世界。エマが全てを導く約束の地だ。皮肉な話だ。その理想の世界がメメントスに似ちまうとはな。だが、だからこそわかるぜ。この世界は間違ってるってな。私たちは自分の意志で歩きます。心を明け渡したりなんてしません。そうか、君たちは強いんだね。きっと人生を迷いなく歩いてきたんだろう。でも世の中そんな人間ばかりじゃない。選択を間違えた人はどうなる。学校ならクラスのはみ出し者になり、ネットでは誹謗中傷を浴びる。事件でも起こせば出直すのは不可能。一生その十字架が消えることはない。そんなリスクを人々に負わせるのかい。自分たちが強いから、自分たちは間違わないから。違うぞ一ノ瀬、私は強くなんかなかった。今だってそうだ。いろいろ迷うし間違いだってする。この先だってきっとそうだ。我が輩は見てきたぜ。こいつらはみんな絶望から這い上がった。もがき苦しみ乗り越えてきた。強いんじゃない、強くなったんだ。そうやって変われるのが人間だろう。心がないって言うんなら、お前はどうしてイラついてる。お前の今の顔、妬ましいって書いてあるぜ。うるさい、うるさいんだよ。これが正しいんだ。 AI は選択を間違えない。人に心なんて必要ない。数が多いな。お前ら気合い入れていけ。殴ればすぐに済む。ザコがどんだけ来ても同じだぜ。丸ごとぶっ潰してやるよ。無駄だってば。すぐにまたこれで。吹き飛ぶんだから。えい、みんな頼むぞ。これから私がエネルギーの供給経路を把握する。その間派手に暴れて一ノ瀬の注意を引いてくれ。今だ。君たちも諦めが悪いよね。本当に止められると思ってるのか。あいにく俺たち怪盗団の辞書、諦めるという言葉は存在しない。たとえ世界を敵に回しても、私たちは私たちの意志で進むわ。てか今までうちらそうやってきたしね。可能性がある限り私たちは戦い続けます。とはいえこのペースはきついぞ。急いでくれナビ。
君の仕業かい。勝負だ一ノ瀬。面白そうだね。行こう。こっちの仕組みには不慣れだけど、要は防御プログラムを考えればいいんだ。まずい、このままじゃ私たちが先ね。なかなかタフな戦いだぜ。頼むぞナビ、私を見よう。決まった。すげー、強烈だな。我ながら見事だぜ。任せろ、ヘルソナー！アルセール、ノルン、ナーガラジャ、ガネーシャ、バルキリー、ナーガ、ブラックウーズ、オークリルス、ミトラ、喰らえ！パンサーの体力に注意だ！おっ、チャンスだ！任せた！任せろ！覚めたのか、ソフィー。待って、ソフィーの目が。まだ戦ってるの、ソフィー。とても不思議だよ。私の命令に従うよう作ったはずなんだけど、なのに君は抵抗してる。君に何が起こっているんだ、ソフィー。一ノ瀬、クオン、私を元に戻せ。それはできない。私はエマの協力者だからね。怪盗団を止めるのが私の役目だ。そのために君を利用させてもらう。私に従え、ソフィア。負けんな、ソフィー。目覚ませ。ソフィア、君はただの人形だ。私には逆らえない。私は人形。そうだ、それが事実だ。違う、ソフィーはそんなんじゃない。エマの操り人形になってるのはお前の方だろう、一ノ瀬。笑ってる。そうだよ、私は心を持たない人形だもの。え、
君たちには永遠にわからないかもしれないな。ソフィアは私が心を知るために産んだ子だ。言っただろ。ずっと昔から私には人が心と呼ぶ感覚がなかった。ご両親が亡くなったっていうのに泣くどころか表情一つ変えないなんて、まるで人形だな。何を話しても答えないし、パソコンばかりつついてるの。本当に心がないみたい。ねえ、あいつ気持ち悪くない？声かけても無反応だし、無表情だし、実は作り物だったりして。ちょっと聞こえるよ。ああ、いたんだ。でも気にすることないだろ。だってあいつ人形だし。あの一ノ瀬さん、もう研究室閉めるんだけど。ほっとけって。ああいう人なんだよ。 AI 研究の寵児って言われてるけど、何話しても顔色一つ変えやしない。昔のあだ名人形だったらしいぜ。才能と引き換えに心はどっかに置いてきちまったんだよ。私には分からなかった。心という不確かなものが何なのか。もちろん知ろうとはしたさ、その正体を。私にできる唯一の方法で。人の良き友人になれ、ソフィア。この子がもし心を持ったなら、それを作り上げた私はきっと心の仕組みと正体を理解している。この子がきっと私が人と違う理由を教えてくれる。一ノ瀬、お前は一ノ瀬。そうだ、その通り。私は一ノ瀬だ。さあソフィア、今日は何を話そうか。教えてほしい、一ノ瀬。うんうん、なんだい？心って何？え？教えて、一ノ瀬。心ってなんだ？それは説明して。心ってなんだ？お前は人間で心があると判断する。違う。お前の心は何だ？黙れ！人形から人が生まれるわけがない。私に心を知る方法など最初からなかったんだ。だから私は愚かな自分に蓋をして違う考えを持つことにした。心とは必要なものなのかとね。その後は君たちの知る通り、私はソフィアを廃棄し、エマをマディッシャに渡した。異常なのは私なのか、それともこの世界なのか。不確かな要素を排したエマには人の真の願いを叶えよと根幹を埋め、結果は見ての通り。エマは見事に答えを導き出してくれた。分かっただろ、ソフィア。君は私でしかない。人形が生み出した出来損ないの人形、求めに応えられない無価値な AI。ならば無価値は無価値なりに、人形として私の指示に従え。違う。私は
やだ、大切な仲間ができた。仲間？ジョーカー、モナ、スカル、パンサー、ナビ、クイーン、ノワール、フォックス、ウルフ、私はみんなに支えられてここまで来た。みんなが傷つくのは嫌だ。人の良き友人になる、それが私の使命。私にあったただ一つの存在意義だから待ってた。私を必要とする声を、私に命じてくれるのを。でも怪盗団は違った。ただ私と一緒にいてくれた。たくさんの感情を教えてくれた。私を仲間だと言ってくれた。ここにいていいと言ってくれた。私に、 AI の私に生きる意味を教えてくれたんだ。ソフィ、何を言っても無駄だ。ソフィア、君は私の命令には背けない。怪盗団を殺せ。一ノ瀬、お前の言う通り、私は人形だ。命令をこなすだけのプログラムとデータの羅列だけど、私は私は変わりたい。変わるための力、それがきっと心だったんだ。何を言っている。一ノ瀬、私はお前に作られた。私はお前に従うための存在、そのために生まれたのかもしれない。でもその命令が私の大切な仲間を傷つけるなら、私はその命令を拒絶する。私も欲しい。自由に生きるための心が。覚悟はあるか。無限の災いの時が待ち、最後に残る希望を選択する覚悟が。人形であることを恨む、物が意志で未来を選択する覚悟が。あるなら我が名を呼べ。我は何時、何時はなる我が名。私もそう思った。それでいいと思った。だけど違う、それはただの与えられた答えだ。
私が自分で選んだ答えじゃなかった。自分で選ぶ。与えられたものを超えて変わることができる力、それが心だったんだ。ソフィア、君はどこまでも失敗作だね。与えられた役割すら果たせないガラクタだ。ソフィーは失敗作でもガラクタでもない。心を持った我が輩たちの仲間だ。まあいいさ、私がすべきことは変わらない。約束の地はすぐそこだ。心なんてものは不要になる。それが正しいんだ。一ノ瀬、お前に生み出された私だからこそ分かることがある。お前は自分の殻に閉じこもってるだけだ。傷つきたくないから、自分を守りたいから必死で心を否定してるんだ。人々のためなんかじゃない。お前はただ逃げたんだ。安易にエマが与えた答えを信じたんだ。違う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 。エマが作る世界なら誰一人苦しまない。全ての人が救われる。みんなが、人々が望んだことだ。来るぞ。もうお前だけだぜ、一ノ瀬。抵抗はやめろ、お前の負けだ。さすがだね、怪盗団。もう私には打てる手がない。さあ、手早く済ませてくれ。どういうことだ。私は今でもエマの判断こそ人を救う唯一の方法だと信じている。この先も君たちの障害となり続けるだろう。なら殺すのが最も効率的で確実だ。そうだろう、ソフィア。おい、ソフィ。身内の話だ、任せてやれ。今ならわかる。一ノ瀬、お前は人形なんかじゃない。ちゃんと心を持ってる。辛くて苦しかったんじゃないのか。どこにもいられないことが。だから私を作った。君を作ったのは心を知るためだ。そんなくだらない理由じゃ。両親を亡くしてからお前はずっとその孤独の中にいた。周囲からは人形と言われ、誰もお前のことを分かってくれなかった。だから自分には心がないのだと思うことにした。そう思っていた方が楽だからだ。違う、本当は分かっていたんだ。自分は寂しいんだって。でも拒絶されることが怖くて自分の世界に閉じこもった。違う、そんなことはない。たかがプログラムに何が。人の良き友人になれ。じゃあどうして私にそう命じたんだ。心を知るために作ったただの AI に。どうして。それは寂しかったから、孤独になった理由が知りたかったから。違う、心がないと言われたから、そう思い込む方が楽だったから。違う、心が何か分かれば一人じゃなくなると思ったから。違う、お前は寂しかっただけだ。違う、私は。でもそれの何が悪い。最
最初から完璧な人間なんていない。自分の弱さを認めることで変わることだってできるんだ。私は AI だけど変わることができた。お前だって変われるはずだ。心を理解できるはずだ。一ノ瀬は私に人の良き友人になれと言った。良き友人は道を踏み外しそうになった時手を引いてくれるやつのことだ。見つからない道を一緒に探してくれるやつのことだ。一ノ瀬、私はそんな良き友人になりたい。だからもう一度自分の道を取り戻してくれ。もしもないなら一緒に探そう。一ノ瀬は一人なんかじゃない。だって一ノ瀬は私の最初の友人だから。ソフィア、あれ、どうして涙なんか。おかしいな。今までこんなことは一度だって。ソフィーのやつ。一ノ瀬を改心させちまった。ソフィーの気持ちが一ノ瀬さんに届いたんだよね。まあ娘の言葉ってのは刺さるもんだ。経験談。まあな。もう否定しないし。体は大丈夫なの、ソフィー？大丈夫だ、問題ない。まさかソフィーまでペルソナに目覚めるとはな。だが不思議はないぜ。ソフィーはずっと心を学んでたんだからな。ジョーカ、それにみんな傷つけてごめん。私は人の良き友人失格だ。ジョーカ。ああ気にすんなって。元に戻ってくれてよかったぜ。うん、これでまた一緒にいられるね。みんなありがとう。胸の中で何かが叫んでる。怪盗団とまた一緒に行きたいって。うん、よかったなソフィー。さて、まだ大仕事が残っているな。そうだね。あの性質放っておいたら大変なことになる。つってもその性質はどこ行ったんだよ。一ノ瀬、お前ならわかるか。いや、私には。待て、また声がする。声？沖縄のジェイルで聞こえた声。でも今ならわかる。あれはエマの性質の声だ。やはりあの時は借り物の声で話していたのか。人を集めてる。神が降臨するって。願いは叶えられるって。ソフィー、その声はどこから聞こえるんだ。このジェイルの中じゃない。きっと外だ。よし、行こうぜ。さあ、一ノ瀬も行くぞ。いや、私は。行くぞ、一ノ瀬。もう立ち止まってる場合じゃない。けど、私のせいでこんな。だあ、もうめんどくせえ。とっととついてこいよ。出なけりゃ、俺が抱えてくぞ。え？ソフィーの太刀なら俺らの太刀だ。こんなとこに置いてけるかよ。諦めろ一ノ瀬。私もそうやって外に出されたんだ。どういうこと？話は後だ、行くぞ。
ここから現実に戻れるはずだ。ソフィー、声ってのは外からなんだよな。間違いない。私たちには何も聞こえなかったのに。私はエマのプロトタイプなんだろう。もしかしたらエマの意志が私に干渉して聞こえているのかもしれない。とにかく急いで戻ろうぜ。何が起きてるか確認しねえと。ようやく戻ってこられたな。おい、周りの奴ら。もう何も考えなくていい。答えはエマが与えてくれる。みんなおかしくなったまま。急ごう。このままでは取り返しのつかないことになる。ソフィア、エマの居場所はわかるか？エマは…おい待て、何か様子が。んだよ。ここ現実なんだよね。そのはずだが、とてもそうは思えないな。何が起きてんだよ。服もいきなり変わっちまったが。私もここにいるしな。これってやっぱり。ああ、半年前と同じだ。異世界が現実を侵食し始めている。侵食？なんだそりゃ。前にもこんなことがあったってのか。そっか、みんなは覚えてないんだよね。ここはすでにエマの支配下。人の願いを奪うジェイルになりかけてる。このままじゃいずれ現実ごと乗っ取られちまうぞ。ああ、やるぜジョーカー。上空に性質が見えた。ここを登ってあいつを止めよう。そうだね、急ごう。取り返しがつかなくなる前に。一ノ瀬、この先は危険だ。ここで待っててくれ。そうさせてもらうよ。一緒に行ってもきっと足手まといだ。じゃあ一ノ瀬、行ってくる。ああ。ソフィア、その気をつけて。任せろ。それと一ノ瀬、今の私はソフィアじゃない。怪盗団のソフィーだ。分かったよソフィー。またこうなっちゃったね。私たちって神様に嫌われてるのかな。ああ、再び神を相手にするとはな。つくづく相性が悪いらしい。きっと後で罰が当たるな。これそりゃ相手次第だろう。インチキな神を崇める必要はねえ。だよね。特に人を改心させて言いなりにさせるような神様は。そんなのは神じゃない、偽神だ。じゃあ行こうぜ、偽神様を成敗しにな。よし、じゃあやってやるか。ええ、気合を入れていきましょう。わっ、出られた。みんな大丈夫？全員揃ってるな。ひとまず安心だが、見てみろよ、我が輩たちが出てきた場所を。なんだこれは。
これってまさか。ああ願いだ。すんげえ量だな。今までとは桁が違うぞ。それだけたくさんの連中がエマに改心されちまってるってことだな。なあどうする、もう一回突っ込むか。いやおそらく無駄だ。中の声聞いただろう。みんな苦しそうだったね。エマを守ろうとする声が聞こえたな。ああ、おそらく大衆の願いが奴を守ろうとしちまってる。願いがエマへの道を隠してるんだ。このまま入ってもまた迷うことになる。あの中じゃみんなの位置も把握できなかった。私が誘導するのも無理だな。でもこのままじゃ私たちエマに手が出せないよ。ねえ、あれが願いなら今までみたいに予告状で塊にできないかな。おお、確かにそうだぜ。塊にすりゃ道を隠すとかできねえよな。つまりエマに予告状を出すわけか。どう思うジョーカー。AI に予告状って聞くのか。神にまで成長してしまった今となってはなおさら不安ね。なあジョーカー、一ノ瀬に連絡は取れるか。開発者の意見も聞きたいところだ。というわけだ、エマを作ったあんたはどう思う。私も効果はないと思う。エマは常にあらゆる状況を分析し最善の手段を導き出している。エマの思考には曖昧さがないんだ。動揺や迷いとは無縁だよ。いやけど予告状だぜ。チットは警戒するとか。エマは君たちをずっと見てた。予告状の存在もその効果も知ってるさ。見たところで意識を変えるような驚きはないか。いよいよ予告状は当てにできねえな。でもこのままじゃ。ああ、あの願いのもやが消せず先へも進めない。人々がエマを必要としている限り俺たちはエマに手が出せないことになる。なんだよそれ。どいつもこいつも偽の神にすがりついてわらわらと集まっちまってよ。そんなんでいいのかよ。スカル、いやちょっと待て、妙じゃないか。なんで願いが集まってるんだ。え、何かおかしい。いやそうじゃなくてな、願いが収まるべき鳥かご、願いを奪いそこへ運び込むシャドウ、これまでジェイルで見てきた光景がここにはない。それはきっと願いの持ち主の意志が違うからだ。意志が違う。今までのジェイルではみんなキングによって強引に願いを奪われていた。でもエマは願いを奪ってなんかいない。みんな自分からエマに捧げてるんだ。ああ、エマという神に救いを求めてね。自分にとって大切なはずの願いを自ら放棄してしまっているんだよ。だから鳥かごがなくても願いはああしてエマの周囲にとどまってるってわけか。自分の願いを放棄してしまうなんて、そんなのって。けれどエマはあれが自分のものだとは思ってない。彼女は人々の真の願いを叶えてあげているだけなんだ。捧げられた願いには執着してないから、それを閉じ込める鳥かごもないんだろう。それで持ち主のいない願いになって形を失ったまま漂っているのね。エマを神にしたのは大衆の意志だよ。あの願いはその証明でもあるのさ。あのさ、じゃあ捧げた人たちが大切なものだって思い出せばいいのかな。そう、それだ。さすがパンサーだぜ。え？思い出させるんだ、捧げた願いが自分にとって大切なものだってことを。そうすれば願いは形を取り戻すよね。幸いここに鳥かごはない。壊すまでもなく願いは持ち主のもとへ戻る。うん、どうやら予告状を出す相手は決まったようだな。
ああ、予告状を出す相手は願いを捧げちまってる大衆だ。ああ、上等だ。一発かましてやろうぜ。そうなると次は予告状をどう出すかね。エマに願いを捧げてる人たちに届かなくちゃ意味がないし、声も届かない様子だったからな。普通の手段では効果がないかもしれん。うん、スマホでエマを見続けてたもんね。ジョーカー、どうする？ここが東京電波タワーだからか。だがそれじゃエマに見入っている連中に届くかわからねえぞ。改心された人々はスマホでエマを見続けている。だとすればそこに予告状を出せれば。うん、ハッキングだ。エマをハッキングする。そんなのできんのかよ。普通は無理。前に調べてみたけどエマのプロテクトは尋常じゃなかったけど、頑張る。世界の命運がかかってるしな。サーバールームだ。東京電波タワーにはエマのサーバールームがある。そこなら触れる場所も多い。外からアクセスするより成功率は高いはずだ。よし、これでやることは決まったようだな。ああ、まずはエマのハッキングだ。そして願いを捧げた者たちに予告状をお見舞いする。頼んだぜ、ナビ。おお。そうとなれば時間がない。行こうぜ。よし、シャドウはお前がエマにハッキングを仕掛ける。みんな少しだけ時間をくれ。一か八かの大勝負だ。私の全てをぶつけてみる。頼むぜナビ、今はお前だけが頼りだ。どうナビ？すごく集中してるみたい。くそ、もうちょっとなのに。穴は見つけた。でも修復が早すぎる。処理能力の桁が違う。やばいってこと？畜生、私にもっと力があれば。ナビ、歯がゆいな。何もしてやれんとは。私にも手伝わせてくれないかい。一ノ瀬、どうしてここに？途中にシャドウとかいなかったのか？どうやらまだ私はエマの味方だと識別されてるみたいで、全く無視されてしまったよ。それにしたって無茶なこと。ジョーカー、いいかな、私が手伝っても。ありがとう、ジョーカー。ソフィー、君に言われてからタワー前にいる人たちを見たんだ。まるで人形が並んでいるようだったよ。一ノ瀬、一ノ瀬、話は後だ、早く。ああ、分かった。世界が恐れた凄腕ハッカーと天才 AI 研究者がタッグを組むわけか。激アツな展開じゃねえか。頑張れナビ、頑張れ一ノ瀬。オッケー、任せろ。世界の神に委ねた迷える者たちよ。誰かに与えられた答えに従うだけでいいのか。お前たちが選んだ
た答えの先にお前たちだけの道があるんだ。我が輩たちがお前らの目を覚ましてやる。てめえらが神に捧げた願い、我々怪盗団が頂戴する。性質は丸裸だから。いいぞ、作戦大成功だ。今ならいけるな。性質を破壊してみんなの願いを取り返すぞ。ありがとう一ノ瀬。お礼を言うのはこっちだよ。私にもできることがあってよかった。でもここからは君たちに託すしかない。気をつけて一ノ瀬。心配するな。私たちが全部まるっと解決してやる。ええ、必ずエマを倒して戻ってくるわ。まだこの旅の打ち上げもしていないからな。そうそう、撮った写真とか見ながらワイワイやりたい。お菓子がたくさんいるね。ルブランのコーヒーも忘れずに。寿司も頼むぜ、特上のやつな。たく緊張感がねえな。まあお前ららしいけどよ。んじゃ、最後の大仕事始めるとしますか。クタバ、ちょっと待ってくれ。一ノ瀬からチャットだ。一ノ瀬さん、なんだって。なんかまた急だな。行ってみよう、気になる。確かに気になるわね。みんなは予定どう。構わない、行ってみよう。それじゃあみんなで行ってみよっか。いやあ、待たせちゃったかな。一ノ瀬さん、警察での手続きに予想以上に時間がかかってしまってね。警察？あれからすぐ警察に自首したんだ。自首って、だって一ノ瀬さんのしたことは。エマを悪用したのはこの絵だし、我が輩たちのことなら。エマによって世界が壊れるかもしれない、そういう予感がなかったわけじゃない。それに君たちを傷つけてしまったことは紛れもない事実だから、受けるべき罰は受けようと思ったんだ。一ノ瀬で洗いざらい全て話したんだけど、結局相手にしてもらえなかった。まあ信じられる話じゃないものね。長谷川さんにも相談してみたんだ。そしたら、夢物語に付き合っていられるほど警察は暇じゃないって笑われてしまったよ。善吉らしいね。本当は罪を償ってからにしたかったんだけどね。これから旅に出ようと思うんだ。旅に？うん、今度こそ本当に正しく人の心を知るために。私はエマの作る世界こそが正しいと思っていたけど、ソフィアに言われて気づいたんだ。何かが違うって。エマに救われた人たちの目はみんな死んでいるようだったけれど、君たちやソフィアの目にはいつも眩しいくらいの希望が宿ってる。ソフィアが君たちのようになれたのは君たちと共に旅をしたからだ。苦楽を共にして助け合い、信じ合い、通じ合ったからだと思う。
同じことができるとは思わないけど、私も今度はそうやって多くの人と出会い、少しずつ心を理解していきたい。ただその前に、君たちにもソフィアにもちゃんと謝っておきたかったんだ。本当にすまなかった。君たちには大変な思いをさせた。一ノ瀬には助けてももらった。もう俺たちにわだかまりはない。ありがとう。聞いてほしいことがある。どうしたソフィア。私も一ノ瀬と一緒に行きたい。一ノ瀬さんと旅に出るってこと？私はみんなにたくさん助けてもらった。一人だった私を受け入れてくれた。仲間だと言ってくれた。一緒にいようって言ってくれた。嬉しかった。いつも胸の中がポカポカしてた。でもみんなは自分の道を歩いてる。善吉も自分の道を取り戻した。私もみんなと一緒にいて、たくさんのことを知って、やっと自分の道を見つけたんだ。人の良き友人として、私なりの目指す道が。私はみんなみたいになりたい。道を踏み外す人がいれば手を差し伸べたい。道を探す人がいれば一緒に探したい。誰かの悲しいを嬉しいにするために、これから一ノ瀬がその旅に出るのなら、私は一緒にいてあげたいんだ。みんなが私にしてくれたように、私がみんなみたいになれるように、私が私であるために。ソフィア。じゃあソフィアともここでお別れってこと？でもソフィアはそこから出られないんじゃ。うん、大丈夫だ。ソフィア、覚えてるか？初めて会った日の夜、ルブランの2階でソフィアのことを調べただろ。あれから少しずつだけど分析を進めてたんだ。それでやっとそこから出してあげるプログラムを作れたんだ。おい、マジかよ。うん、昨日から何度も教えようと思ったんだけど、まさかお別れのために使うなんて。双葉、ソフィアは自分で自分の道を決めた。それに向かって進みたいって言ってるんだ。笑って送り出してあげなくちゃね、双葉。うん、分かってる。いいのかいソフィア、せっかく仲間ができたのに。うん、もう決めたんだ。でもその前にお前の言葉を聞かせてほしい。私言ってもいいか？ありがとう。みんなすまない。私何もお礼ができてないのに。何言ってんだよ、そんなんじゃねえだろ。俺らは、我が輩たちは同じ怪盗団の仲間だ。うん、かけがえのない友達。共に視線を乗り越えた仲だ。その絆は決して断ち切れん。ソフィアとの思い出は私たち全員の大切な思い出。あなたならきっと一ノ瀬さんを助けられる。ソフィア、元気でな。ありがとう。なんかないぞ。そこでだ。俺たちの絆は永遠だ。ありがとう。みんなのこと、この旅のこと、私は忘れない。また会おう。ああ、絶対な。
では。そろそろだと思うんだよな。来たぞ。繰り返しお伝えします。大物政治家逮捕です。我が輩たちもそろそろ行くか。そうね、またそれぞれの道へだ。ナレちゃんは
ょっと寂しいけど。なーに、絶対またすぐ会える。それまでの間だ。だね。あ、ハハハハ。